そうですね、先ほどモットーでも書いたんですけど、なんて書いたんだっけ。そうですね、そうですね、やはりこうあってほしいというのは、やはりですね、その組織にとってなくてはならない存在であってほしい。で、言い方変えると、みんなに頼られる存在であってほしいというふうに思います。そうしないとですね、やはり仕事うまく回らないし、心身的なストレスにもつながっていくと思います。で、まあ、相手の立場に物事を考えるというふうな行動をとれば、おそらく揉め事みたいなものは最小限に食い止められるんじゃないかなというふうに思います。なので、そんな感じでですね、その組織に必要もいなければ困るというような存在であってほしいというのが私の願いです。そうですね、やはりいろんな世代の人たちが今入ってきていて、今 Z 世代、これからアルファ世代というような人たちが入っていく中で、やはりこれもこのモットーにつながるんですけれども、協調性というのはやはり非常に必要なところだと思います。まあ、コミュニケーション能力ですね、語学のコミュニケーションという意味ではなくて、人と人とのコミュニケーション能力、これがない人は非常に厳しいかなというような感じはしておりますので、そこがですね、後輩職員には求めるところではあります。